内海の駅小宮港にあります。ここを左に曲がる中村運輸、ここが代理店になってます。今日は徳之島では通称裏航路と呼ばれる奄美大島から徳之島への航路をお伝えしたいと思います。瀬戸内海の駅到着しました。小宮港から辺戸の港に行く船のチケットを買うためにはここの瀬戸内海の駅のここの中のチケット販売所で購入します。では行ってみたいと思います。ようこそ瀬戸内町へっていうことで、チケットはこの中村運輸っていう一番左の窓口で買います。船が目の前に停まるので、この中村運輸って書かれてるところがチケット売り場なのかなって思いきや、ここじゃなくて海の駅で買うっていうことなので、そこは注意が必要です。早速乗船申込書を記入していきます。チケットを購入する際の注意点なんですが、クレジットカードや各種電子マネー、QR コード決済は利用ができません。現金のみとなりますので注意が必要です。日頃から現金を持ち歩かないので焦りました。この日はたまたま現金持っていたからいいものの、危うく船に乗れない事件が発生するところでした。海の駅は直売所があったり、アンテナショップとか、中にははい、食堂みたいのがあります。食堂は11時半開店みたいですね。セミエビ、すごいでかい。うわー、すごい大きいのがいるよ。中ではハンバーガー作ってたんですよ。美味しそう。海産物もいっぱいありますね。この鮮魚市場っていうところでキハダマグロのハンバーガーを買ったので、あとで食べてみたいと思います。漁協の直売所帰り機っていうのは9時から5時で、右の飲食店は11時半からみたいです。瀬戸ラジっていうラジオ局が入ってるみたい。瀬戸ラジは 76.8MHz だそうです。瀬戸ラジステッカー1枚300円売ってる。このラジオを YouTube、インスタ、ツイッター、フェイスブックもあるみたいですね。2階にも行けるみたいなんで2階にも行ってみましょう。階段にはレストラン、大島紬組合、キッズコーナー、ママサポ、管理事務所、商工交通課っていうのがあるみたいですね。おお、ちょっと今日は朝が早くてまだ開いてないみたいなんですけど、大島紬の直売所と、あとキッズルーム、ここで船待ってる時もキッズ遊べて親御さん安心ですね。ママサポ、あと奥は食堂かな。フェ
り奄美が出る火木土がやっていて、コーヒーセット100円、だけど1時から4時半までってなってるから、コニアに着いてからちょっとお茶できるかなっていう感じか。これなんだろう、足湯かなと思って来てみたら普通にお魚が泳いでます。何これ、サメ、何これ、何これ、間違って足湯だと思って足つけるところだって、あぶね。瀬戸内町コニア市街地マップ、私が今いるところはここですね、現在地で、乗り場はここでチケットは買うんだけど、乗り場はここじゃないところにまた行かないといけないんですよ。ここの方に行かないといけない。瀬戸内町はすごいマグロの産地ってことなのかな、すっごいでっかいマグロのオブジェがある。あ、私が乗る船が入港してきました。この A ラインが今日はコニア港から辺戸の港まで乗せてくれます。このチケットはあっちで買って、で歩いて、ちょっと歩いてここまで来ます。今日はね、私は徳之島住民なので離島割っていうのがあって、それでちょっとだけ安くなっていて、コニアまでが2440円ってなってます。で、乗船待機場所って書いてあるので、ここで待ちたいと思います。やっぱり船が小さいから階段もちょっとしかないね。沖縄行きの船とは大違い。だけどね、この船実は結構な距離まあまあ走るんだよね。鹿児島、機械、なぜも奄美大島ね。コニアも奄美大島。で、瀬戸の支那まで行きます。で、フェリー、車で来る人たちはちょっと違うところで待機して、そこから、あそこからね、車は乗せるようになります。今日は私はこちらの階段から行ってみたいと思います。それではエライ乗り込みましょう。おはようございます。お預かりします。ありがとうございます。おはようございます。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい、客室はすぐ入って右側、こちらが2棟の客室になってます。奄美大島は1週間に8日雨が降るって言われてるぐらい雨の日が多いです。今日もすごい曇っていて雨が降ったり止んだりっていう感じです。車の人はこっちからですね。二等客室はこんな感じになってます。いよいよ出港です。奄美大島ありがとうございました。
シャワーのところと自動販売機が一緒で売られてます。謎。多分ここの船売店ないからだろうね。で、ここが女性のシャワー室っていうことなんで、こっち入ってみたいと思います。シャワー室は個室が3つありますね。個室のシャワー室になってます。シャワー室の奥が出られるようになっているようなので、その奥行ってみたいと思います。ここは4階ってなってましたね。で売ってる。あと何かちょっとだけインフォメーションのところにちょっとだけちょっとしたものが売ってます。5階には伊藤寝台伊藤洋室っていうのがあるみたい。行ってみましょう。今日私はとっても安いチケットで来たので、一等客室とか見れないと思うんだけど、行けるところまで行ってみようかな。一等客室は鍵がかかっていて入れないので、チケットを買って、それでここに泊まる人はお楽しみください。フリージアルームっていう女性専用の2等客室もあるので、女性でも安心に船旅ができるかと思います。こんな感じです。ちなみに喫煙所もあります。分煙かと思いきや、ドアがなーい。ドアがないよ。ドアがないけど、一応分煙風喫煙所もあります。瀬戸内道の駅のハンバーガーを食べています。魚のハンバーガーだって。魚って思わないぐらい、あ、魚か。照り焼き、味は照り焼きです。美味しい。瀬戸内道の駅に行った際にはぜひこのハンバーガーも食べてみてください。
はい。船の中では食堂も空いてない時もあるので、ご飯は基本持ち込みをしてます。この日は前日に行ったカラオケバーで出てきたおつまみを折にしていただきました。美味しかった。船の中では揺れが激しかったりするので、船酔い予防のために横になって過ごすことが多いです。てかこの写真体調悪そうに見える。至って元気です。の方が見えてまいりました。音の方は左手ですね。お客様へご案内いたします。長時間のご乗船お疲れ様でございました。本船まもなく、どうも失礼いたしました。徳之島ヘッドの方へ入港いたします。まもなく高田島メタの方へ入港いたします。お客様は今一度身の回り品を確かめの上、下船のご準備をお願いいたします。うちの防波堤の方には釣り人がいっぱいいますね。何が釣れるんだろう。下船口進行方向に向かいまして、右側下船口より下船になります。であそこまで持っていくみたい。うーすごい。いよいよ出願です。徳之島に到着しましたので下船します。ありがとうございます。はい、今回はこちらのフェリー奄美でコニアから徳之島のヘトノ、奄美大島のコニアからヘトノまで来ました。こういったルートもありますので、皆さんぜひ徳之島にも遊びに来てね。まったね。今回乗船したフェリー奄美は島では通称裏航路って言われていて、料金は2等客室で片道2620円、週に3便火木土の運航になっています。ドックと呼ばれる船の点検で運航がない時もあるので、詳しくはホームページなどを確認してくださいね。ここにも書いてあるんですけど、ヘトノ港、こちらには公衆電話もないし、バスはヘトノ港の郵便局の隣にあるみたいなんですけど、ちょっと遠いかなって感じ。この待合所から結構歩いていかないといけないから、バスで移動するって考えるのはっていうね。タクシー利用の際はこのタクシー会社何箇所か書いてありますね。
ご自身でお好きなところを使ってくださいっていう感じです。辺野古についても常時タクシーが待機していることもないし、バス停も遠くてバスの本数も徳之島は少ないので、辺野古に来る際はあらかじめその先の移動手段を確保しておくことをお勧めします。ここまで見ていただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録もよろしくね。またねー。